見を始めます。日南市の新たな追加の経済対策などについて市長にお聞きいただきます。よろしくお願いします。はい、それでは始めさせていただきます。今日は大きく3点ございます。まず1点目が日南市、日南市民限定特別宿泊プランの第2弾ということで、それを発表させていただきます。これはですね、第1弾ということで、5月、あ、説明これないか、ごめんなさい、メモどれだっけ、第1弾の資料がある、ありました、はい、まず第1弾の説明からしますけれども、市内の宿泊について日南市民が泊まられる場合には助成をするという仕組みがですね、5月22日から予約開始をしましたけれども、3日間で予算額に到達をしました。延べ491人の市民の方にご予約をいただいております。その後も予約の問い合わせが多くて、宿泊施設からの再開の要望もありまして、今回第2弾ということで、予算額を同じ額だけ、つまり倍にしてですね、再開をするということでございます。でこれまさに地域経済の回復及び循環をさらに加速するためでございます。で期間は前回と同じ6月1日から7月19日までと。で補助金額も前回と同じで1泊2食付き6000円、1泊朝食付き4000円、素泊まり3000円です。ただし連泊する方は200名以降は補助対象外というふうになっております。予約受付は6月1日から各宿泊施設にお問い合わせをいただきたいと思います。現在参画いただいている宿泊施設は31施設です。ぜひともですね、この機会に日南市のおいしい食、またいろんな魅力、そういったことを再発見する機会にしていただければと思っております。はい、チラシにつきましても前回とほぼ同じものですけれども、金額等も同じですが、連泊というところだけが少し変わっただけですね。あとはもう全く同じでございます。ぜひとも多くの方にこの宿泊助成を使って地元の良さを見ていただきたいと思います。はい、続きまして2点目です。この2点目も今回大きな発表だというふうに思っております。グリーンフラッグの基準を項目ですね、対象項目の変更でございます。ちょっと置いておきたいと思いますが、グリーンフラッグにつきましては、これ以上感染拡大とならないように国の示す新しい生活様式を取り入れつつ、一方で、地域経済がこれ以上疲弊しないように経済活動の再開をするために、このグリーンフラッグモデル、日南モデルというものを発表しました。5月12日からのスタートです。で5月28日現在で211の市内飲食店、小売店がグリーンフラッグを掲げていらっしゃいます。受付まで、取りに来られていらっしゃいます。で先日開催されました宮崎県の第12回の新型コロナウイルス感染症対策本部会議におきまして、宮崎県が示しておりました接待を伴う飲食店における感染予防対策のチェックリストに変更がありました。大きな変更点は、以前はカラオケがダメでした。ダメだったんですが、以前はですね、カラオケなど大きな声を発するサービスは提供しないでしたけれども、今回歌を歌うなど大きな声を発するサービスを提供する際は感染予防対策を行っていれば可能というふうに変わったところでございます。つまり感染対策をすればですね、カラオケをしてもいいということになりましたので、それに基づいて、基準を項目を変えております。これは本当に宮崎県は人口1人当たりのスナックの数が日本一ということで、非常にこのスナック文化のあるところでありますので、経済再開を目指す 中ではですね、このスナックまでもしっかり経済を回していくことがとても大事だと思っておりました。その中でうちとしてもいち早くこの項目を変えまして、という対応しております。
あと、接待を伴わない、普通のそれ以外の店も含めてですね、県外の規定が変わっておりますので、これまで県外が全く往来禁止でしたけれども、ここにつきましても表現が緩和されておりますので、それにつも対応しております。今後もですね、県、国の基準が変われば緩和することがあると思いますが、ただ今回のカラオケについては非常に大きなところでありまして、グリーンフラッグが結構スナックの方も取りに来たんですけども、やっぱりこのカラオケを してほしいというお客さんの要望等もあったんで、グリーンフラッグがなかなか掲げられなくて途中で降ろしたという店舗もあったようであります。だけども今回この発表が変わればですね、掲げられるようになりますので、ぜひともこれ、周知よろしくお願いしたいなと思っております。それでいいですかね。はい、続きまして3つ目です。3つ目は、各種給付金の受付開始です。これも新たなニュースというよりも、いきますかね、もともと準備されておったもの、前回の5月の臨時議会で、準備をしていたものがですね、チラシ等もできまして具体的にスタートをするという内容であります。これについてはメモはないんですが、6月1日からなので、週明けからスタートをするということです。日南市の場合は持続化給付金 50% 以上の減額に当てはまらない25から50未満のところを対象に、全ての事業者向けとが10万円、第一次産業が15万円というやつ、それと観光事業者には持続化給付金にかかわらず、つまりプラスアルファしてもらえるのが 50% 以上の減額の場合は20万円というものですね。観光系です。この2つですね。はい、この2つがスタートするということでございます。はい、あと最後にですね、ちょっと定額給付金の今の状況についてちょっと説明といいますか、現状をお話ししたいなと思っております。もしあたりであればまた質問をいただこうと思っておりますが、ですね、5月からの給付を日南市はしておりまして、窓口での、非常に苦しい方向けのですね、特別の窓口受付等も行いながら、全市民への配布もですね、郵送ももうすでに終わっておりますので、そういう状況なんですが、今電話問い合わせが大変多い状況です。でその問い合わせのほとんどが、振り込み日がいつかと、郵送を返送したんですけども、いつ振り込みかというお電話が1日100件を超えてかかってきております。1日で。で、もちろんそういったご不安になられる気持ちは十分理解をしておるんですけども、10日から2週間ほどかかります。なので、ぜひ待っていただいて、自分のが何日だみたいな問い合わせもなかなかそれに調べるのもですね、現実的に難しいところがありまして、それによって、事務等もですね、非常に負担がかかっておりますので、ここにつきましてはお願いしたいと思っております。チラシには大まか10日程度というふうに記載をしております。で、ただ今非常に今多い、もう集中しておる時期でもありまして、今8割の方がもう郵送を返送されたということでいいですよね。9割まで到達してますので、今最も混んでおりますので、2週間ぐらいかかってしまうところもありますので、ぜひこの点、うまく周知いただければなというふうに思っております。はい、以上です。ありがとうございました。それでは内容についての質疑に移りたいと思います。何かご質問はございませんでしょうか。どうぞ。特別宿泊プランですけれども、だいぶ好評で予算を倍にということですけれども、これに反響について感想をお願いします。はい、今回1泊2食で6000円の助成ということでございます。でこれにつきまして、やはり地元の宿泊施設が非常に厳しい状況にあるという中で、やっぱりこの機会に素晴らしいプランを作って、ぜひ市民の方に来てもらおうという宿泊施設のご努力、それにまた応援をしようという市民の皆さんの意識が重なってですね、わずか3日間で完売ということになる状況になりました。
本当にこれは宿泊施設のご努力にも市民の皆様の応援にも感謝申し上げたいというふうに思っております。でこの機会に本当に一番のおいしいものを食べてもらって、その機会にまた観光地も巡ってもらうということで市民日南市の良さを再発見してもらいたいと思っておりますので、と思っております。はい、非常に好評といいますか、応援してもらえてありがたく思っております。単純に好評だったという私としてもやっぱ嬉しい。そうですね、やっぱりどうしても宿泊施設は今県外からのお客さんは現実的には少ないわけであります。宿泊施設に関しましてはやはり市内の方は車で、県内の方も車で日帰りできる場合が多いわけでありますので、宿泊をするという営業形態の宿泊施設はですね、もう現実的に厳しいわけであります。その中でやっぱり市民の方が市民に地元に泊まるということで、非常にその経営としてもですね、少しでも足しになっているんじゃないかなというふうに思っております。10万円を存在するという基金ですけれども、給付率がだいぶいいみたいです。だいたい何割ぐらい給付率は何割ですか。はい、どうぞ。はい、昨日現在で実際口座に振り込みをした率につきましては 41.1% でございます。でこのまま推移しますと来週6月1日月曜日には 50% を超えるんじゃないかと。まあ、ちょっと他の他市の状況は詳細は把握しておりませんが、まあ、遅い方ではないなというふうに思っています。この月末、5月月末に郵送が始まった自治体というのも聞いてますので、そういった意味では、まあ、かなり早い方ではあると思いますね。一番早いかどうかというのは各自治体発表してませんのでそこまでわからないですけども、まあ、ただ今回は本当にそういった中で電話問い合わせが本当に多いというのが結構現場が苦しんでますので、そこをご理解いただきたいなと思っております。結局のところオンラインよりやっぱり郵送は早い。オンライン申請当初あった分についてはですね、まあ、全て入金は済んでおります。まあ、それだけ申請が届くのが早いという分については処理も早く終わっているということでございますので、まあ、現在郵送分が今どんどん返ってきてますから、まあ、その処理をやっているというところです。他にはございませんでしょうか。あ、どうぞ。宮城新聞の竹です。市民限定の宿泊プランなんですけれども、第1弾は事業費が275万円ということでしたけれども、第2弾もこれ同額の事業費ということになるんでしょうか。はい、そうです。これは先月処分、予備費の対応ですね。もともとが先月処分でした。最初の1弾目はですね、はい、でその分公表ということなので、追加分は予備費で対応したいと思います。今月22日から予約を受け付けて3日間で上限額に達したということは24日の時点でということでしょうか。はい、日南大陸です。補助対象施設なんですけども、第1回と今回どのぐらいその何ですかね、参加点って言ったらいいんですか、分かんないですけども、何か増えたかとかっていうのがもし分かれば教えてください。第1回目が27施設だったんですが、徐々に増えまして、現在第2弾としてはですね、31施設ございます。以上です。あとグリーンフラグなんですけども、結構まあ、好評で200人以上の方が取り付けているということで、改めて市長の方で感想の方をお願いします。はい、まあ、市内を車で運転していても、油津や帯などの商店街を歩いていてもですね、
グリーンフラッグが掲げられている店舗が増えておりまして、非常にありがたいなと思っております。でこれは2つのやはり意味合いがありまして、今経済活動もしてもいいという段階に入ったということを示すことと、 お店の側も市民の側も感染対策の意識を上げていくというところもあります。そういった効果という意味でも非常にありがたいなと思っておりますので、どんどん広がっていくといいなというふうに思っております。他はございません。